Q2 は、アウディが製造、販売している、コンパクト SUV 型の普通乗用車である。2016年3月、ジュネーブモーターショーで発表された。Q3 よりもコンパクトな SUV で、若年層をターゲットとする。エクステリアは、シングルフレームグリルを八角形とし、やや高い位置に配置することで SUV らしさを強調。サイドビューでは、C ピラーに設置された、 ボディカラーとは別色のブレードが特徴となる。インテリアは航空機のエンジンをイメージしたデザインを採用した。2016年7月14日、欧州で受注開始。同年11月、欧州市場での発売を開始した。インゴルシュタットにあるアウディの工場で製造され、プラットフォームはフォルクスワーゲングループで共用される MQB プラットフォームが使用されている。 2018年10月、中国市場に q 2のロングバージョン q 2リットルを導入。q 2リットルハブツさん、一気フォルクスワーゲンで生産される。2019年4月、上海モーターショーで q 2の電気自動車仕様 q 2リットルイートロンを発表。中国市場専用車で搭載されるモーターは、最高出力 136HP。 最大トルク29.6 kgm を引き出す。バッテリーの蓄電容量は 38kWh で1回のフル充電で、航続距離は最大 265km となる。2017年4月26日、日本向けモデルを発表し受注開始。グレードは1.0リットル TFSI エンジンを搭載した 1.0TFSI 1.0。 TFSI スポーツシリンダー休止システム付き1.4リットル TFSI エンジンを搭載した1.4 TFSI シリンダーオンデマンドスポーツの3種類。トランスミッションは7速エストロニックとなる。オプションのみナビゲーションを選択すると、アウディスマートフォンインターフェイスを介して、Apple CarPlay び Android Auto を利用可能となる。また同時に、 全国280台の限定モデル、ファーストエディションも設定。1.4TFSI シリンダーオンデマンドスポーツをベースに S ラインと呼ばれるスポーティーモデルに設定されるバンパーやアルミホイールを特別装備。その他、安全装備を充実させている。2017年6月13日、蒸気3グレードと限定モデルを販売開始。2018年1月6日、 150台限定モデルツーリングリミテッドを発売 1.4tfsi スポーツをベースにナビゲーションパッケージや専用デザインのアルミホイールを装備している2018年3月5日400台限定モデルアニバーサリーリミテッドを発売2018年9月20日一部改良グレード名を 30tfsi30tfsi 30、SI、スポーツ 35TFSI シリンダーオンデマンドスポーツに変更し、ベースグレード 30TFSI に自動緊急ブレーキ、アウディプレセンスフロントなどを標準装備。またオプションで 30TFSI スポーツ、35TFSI シリンダーオンデマンドスポーツに S ラインパッケージを設定。専用のバンパーやステアリング、アルミホイールなどを装備する。 2018年9月20日、250台限定モデル、コントラストリミテッドを発売。2019年2月19日、375台限定モデル、ブラックスタイリングを発売。2019年7月17日、30TFSI スポーツをベースにした300台限定モデル、パッション、150台限定モデル、ブラックエレガンスを発売。 2019年11月19日375台限定モデルコントラストスタイリングを発売グレーのバンパーやホイールアーチ18インチアルミホイールなどを装備する2020年4月14日新たなオプションパッケージを設定ベースは 30TFSI スポーツ及び 35TFSI シリンダーオンデマンドスポーツでコンフォートパッケージ ブラックスタイリングパッケージ、S ラインプラスパッケージの3種類。Q2 で利用可能なドライバーアシスタンスシステムは次の通り。2016年のユーロンキャップ衝突試験では、車両は5つ星評価された。2018年10月2日、パリモーターショーにて初公開。Q2 の高性能モデルで最高出力 300PS、最大トルク 40.8KGM を発揮する。 直噴2.0リットル直列4気筒ガソリンターボ TFSI を搭載する。トランスミッションは7速エストロニックで、駆動方式は4輪駆動のクワトロ。スポーツサスペンションを装着し、リアサスペンションはマルチリンクへ変更されている。また、18インチホイールを標準装備し、19インチホイールはオプション設定である。エクステリアは92と、 大きな変更はないが、フロントグリルのデザインが格子状となるほか、バンパーの形状も異なっている。マフラーは4本出しとなり、ドアミラーカバーはシルバーとなっている。2018年12月13日、欧州で受注開始。2019年12月3日、販売開始。2016年の最初の販売年には2205台が第2四半期に、 ドイツ連邦共和国で新たに登録された。2回目の販売年には23,147台のモデルがあり、そのうち6,473台はディーゼル駆動、3,339台が全輪駆動で2018年合計28,65台の第二四半期に新規登録されたのうち5,487台は ディーゼルエンジンで3699台が全輪駆動モデルであった。ありがとうございます。